る。はい、白猫プロジェクトです。今回白猫プロジェクト、なんだっけ、20億記念、そう、総プレイユーザー20億突破記念ということで、もうとんでもない数字がね、出ておりますけれども、はい、20億突破したということで、この2人ですね。はい、サテラちゃんと、ジークくんですね。はい、この2人が、記念に登場したということで、今回この2人を狙って回したいと思います。ロストウェザーコード晴れと雨の絆ということでね、いやもう兄弟愛ね、もう私ちょっと兄弟愛に弱いので、はい、もうぜひ欲しいです。で、特にちょっと今回ジークくん狙いですね。ジークくんかわいい、いやこれかわいいのでジークくんちょっと見た瞬間欲しいぞと思いまして、今回ジークくん狙っていきたいと思います。もちろんね、サテラちゃんもかわいいし、私ね、双剣全然持ってないことにこの前気づきましてね、うん、でもね、槍も持ってないんだよ。どっちもちょっとあまり持ってない職種ということで、はい、ぜひ2人欲しいんですけれども、ちょっとジークくんがやっぱちょっと個人的に欲しいけど、サテラちゃんも欲しいということで、まあ普通に回していきたいと思います。お願いします。いや、ジークくん可愛いよね。ちょっと生意気そうな感じがいいと思います。ということでお願いします。あまり回さない予定ではあるけど、10連で来てくんないかなまあそんな甘い話はないとは思うんですけど、あ、金結構多めなんで、これは嬉しい限り。フォースターもね、いつも言ってずっと言ってるんですけどね、いつ更新されるのかっていう。お願いします。いや、欲しい。ジークくんと サテラちゃん、いやー、ちょっとね、引くか悩んだんですけど、うん、ちょっと欲しいなと思いまして、はい、これは無理な気がということで、はい、10連目はねこんな感じ。いや、2人だとね、ちょっと怖いですよね。お願いします。いや、もうどっちか来てほしい。どっちかでも嬉しいです。いや、ならば2人、てかもうやっぱ兄弟とかだとね、ちょっと揃えたくなりますよね。そう、私双子とか兄弟とかね、めっちゃ好きなんだよ。男女の、しかも、おー、サテラ、姉ちゃん来た、姉ちゃん来た。え、ジークくんも欲しくなってきたぞ。待って、でもサテラちゃんありがとうございます。いや、これはめっちゃいいんじゃない。20年目で来てくれたのはかなり。おわっ、うそ、迷惑をかけたらすまない。いや、マジで驚きすぎてちょっと声も出なかった。え、やばくない。いや、私2人限定で11円で2人とも来たのは初めてだと思いますね。やばい。え、これ超嬉しいです。ありがとうございます。かわいいジークくん。ありがとうございます。はい、ということで、この兄弟、ゲットできました。ありがとうございました。そしてちょっと、私のキャラ一覧見てたんですけど、いや、あのね、やばいよ。双剣は、このラムちゃん以来ですね。リゼロコラボのラムちゃん以来。で、ランサーに至っては、やばいよ。もうここまで遡るかって感じ。カレンですね。このカレンだね。カレン以来、持ってなかった。結構持ってませんでしたね。
え、ランサーってそんな出てなかったっけ？そんなことないですよね。いやー、なのでちょっとびっくりしましたね。いや、嬉しいです。なので、2人ともね、双剣もランサーもちょっと久しぶりの職種ということで、いや、かなり嬉しいし、もう兄弟揃ったことがね、何よりも嬉しいです。いや、これちょっとイベントね、楽しみだな。ちょっとどんな感じになるのか、ね。まだ、でも私、チャグマもまだちょっとできてないので、はい。その前にちょっとチャグマとかにいろいろイベント進めて、ちょっとこっちのイベントにもね、移行したいと思います。いや、嬉しい。うん。ありがとうございます。いや、いいね。なんかパッと見ちょっと女の子っぽいよね、ジークくん。何歳なんだろう。年齢って書いてなかったっけ？年齢は書いてないか。年齢書いてなかったですね。はい。ということで、いやー、ありがとうございました。ちょっとまさかの神引きしたので、もうちょっと出てくる言葉もなかったんですけど、もう大事に育てて、たいと思います。ということで、はい、白猫プロジェクトでした。ありがとうございました。